Welcome to Happily Ever After Podcast Episode Number 21. 今回はインタビューエピソードです。香港在住で外資系のメガバンクでリスクマネジメントのお仕事をしていらっしゃるマリさんをお招きしました。マリさんは学生結婚の後、日本で新卒で外資系投資銀行に就職されて、なんと新卒2年目、23歳という若さでお子さんを出産されました。その後、下のお子さんも生まれ、20代は2人の子育てで大変だったそうです。その状況を見かねたボスからの打診でお仕事で香港に移住。30代後半になって、現地で MBA を首席で卒業されました。現在はヨーロッパ系金融機関でリスクマネジメントをされています。そんな波乱万丈なマリさんからは学びがたくさんありました。キャリアと育児に悩んでいる女性、また他の生き方も模索したいなと思っている女性にとてもためになるインタビューになっていますので、ぜひ最後までお聞きください。こんにちは。大人の女性がモヤモヤした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりです。このポッドキャストは、自分の人生も良くしたいけど、周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組です。ソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしています。どのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心です。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのか、またこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしています。リスナーの皆さんのためになって、しかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問、リクエストなど受け付けていますので、ぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノートのリンクをご覧ください。今回のポッドキャストはインタビューです。香港在住で外資系のメガバンクでリスクマネジメントのお仕事をされていらっしゃるマリさんをお招きしました。マリさんは日本で新卒で外資系投資銀行に就職されて、その後お仕事で香港に移住。30代後半になって現地で MBA を首席で卒業されました。私は以前からマリさんのブログを読んでいて発信が面白かったのでフォローさせていただいていました。今回のインタビューに快く応じていただいてとっても嬉しいです。マリさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。私はマリソル のブログでマリさんのことを初めて知って、はい、それで外国でわりわり働いていらっしゃる方が、そんな、なんか、マリソルって結構アラフォーのバイブル的存在の雑誌でなんか愛読したんですけど、でもなんか結構ファッション系がすごい多くて、その中でなんかライフスタイルとかお仕事のことを発信されているのが面白いなと思ってずっとフォローしたんですけど、まず自己紹介をお願いしていただけますでしょうか。はい。香港在住が今10年目になりました。マリと申します。もともとそうですね、純日本人で帰国子女でもなくて、で、日本の私立の大学を卒業して東京での就職が、そもそも、外資系金融だったので、そのままずっとこう今まで、金融業界をずっと歩んでいるという感じなんですけれども、そもそも私学生結婚でして就職内定してから、結婚を決めて、で、子供は東京にいる間、そうですね、社会人2年目の23歳で長女を産みまして、26歳で2人目の長男を産んだんですけれども、その2人目を産んだ時に、障害を持って生まれて、誰もが、ね、お子さんを産む時に、きっと健康な子が生まれて、きっと普通に産休を取って復帰するんだろうっていう、考えで、ね、普通は仕事されると思うんですけれども、それがなんか、あれっていう感じで、普通に復帰できなかったところから始まり、キャリアとその私生活というか、プライベートライフのこうバランスをどうやって取るかっていうのをずっと試行錯誤してきた、社会人生活になります。そうですね、そういうなんかちょっと大変そうだなっていうのを見てもらってたのか、社内で移動することができて、それがきっかけで香港に来たんですけれども、で転職を数回経て、今は、欧州金融機関で、コンダクトリスクっていう、ちょっと、オペリスクとは違う、もともとやってたリスクとは違う、リスク管理をやっております。
新卒で投資銀行って、はい、学校の専攻は何だったんですか？専攻はですね、もうちょっとこう開発経済とかそういう感じの国際化関係ですねが専攻だったんですけども、副専攻中国語で、やってました。なんかそもそもその夢っていうか、将来海外で働きたいっていうのをずっと思っていたので、まあ純日本人からするとまずはこう英語力を高めたいっていうのが、まあ高校生ぐらいの時代で、大学生ではなんかそれにプラスアルファで何かこう世界でこう仕事をするには何かプラスアルファで必要なんだろうなと思って、ちょっと英語とは軸を変えて開発経済とかをやってたんですけど。なんか投資銀行新卒で入れるんだって私思ったんですけど。あ、そうですね。東京の就職活動ってすごくダイナミックというか、まあ、そういうところが結構なんか面白くて、まあボストンキャリアラムとかもありますけれども、なんか選考を無視してやりたいことができるっていうのが、まあ、新卒の一番魅力っていうか、で、まあ、自分の強みと、まあ、どういうことをやってるかっていうのを調べて、そうですね、まあ、合致したというか、うん、なるほど。じゃあその新卒の時はリスクではなかったんですか？そうですね、一番最初は M&A の部門に、まあ、花形みたいな感じですけれどもいまして、で、まあ、結構仕事がこうハードな部署なんで、まあ、休みもないと 24/7 みたいな感じで、まあ、4、6時中仕事をしている、10時までとか残業が当たり前の部署だったので、そうですね、最初はなんかちょっとこうライフバランスっていうよりは仕事ガツガツって感じで仕事を始めました。それで2年目でお子さんが生まれたっていうことなんですけど、その年頃でお子さんいらっしゃる方ってあんまりいないじゃないですか。そうですね、なんか何を 今考えると何を行き急いでたんだって思うんですけれども、なんかすごくね、その時とても子供が欲しかったんですよね。で、まあ、今考えるとなんかすごい良かったなと思うんですけど、やっぱその当時はあまりに大変で、まあ、もともと関西なんで、両親も近くにはおらず、誰に手伝ってもらうこともできず、で、まあ、保育園とかはあるという感じで、まあ、いわゆる普通の東京の、ね、共働き生活というのを経験したんですけど。いや、なんか私はその逆で、一番下の子供40歳で生まれて、もうなんかもうこれからまだまだなんか続くっていう、こう、もう別のまた別の なんていうんですかね、チャレンジ悩みみたいなのがあるんですけど、まあ でもやっぱしこう周りで多分そういう同じような境遇の方っていうのが少なくて、しかもすごく大変な投資銀行の忙しい部署で働いてらっしゃったってことで、子育てとの両立とか大変だったと思うんですけど、そのあたりは。そうです、それをきっかけにと言ってはあれですけど、まあ、他の部署に移動しまして、でちょっとこうリラックスしながら仕事ができるっていうような道を選びました。で結果的にそれがすごく良かったなと思うんですけど、そのまま私マンデーとかやってたら、まあ、どうなってたのかちょっと想像つかないんですけど、同じようにお子さん持ってらっしゃる、先輩とかは、平日はもうずっとなんか横浜の親戚に預けてとか、そういう生活をされてる方とかもいました。まあ、なんか本当に何が正解かわからないですし、やっぱなんか人それぞれかなと思うんですけど、私はちょっと違うかなと思って、子供がちっちゃい時は本当にすごくいろんなこう本読んだりとか、教育について子育てについて周りにこうなんか頼る人もいないし、で自分のこう家族でもそんなに子供がいる兄とか姉とかもまだ結婚してないとかいう段階だったんで、自分がこう手探り状態っていう感じで、はい、あんまりこうアドバイスもらえる人が周りにいなかったですね。で東京、東京って当時まだそんなになんか今家事とか手伝ってくれる人とかいますけど、あんまりそういうのが主流じゃなかったですよね。はい、そうですね、まあ当時新卒ですし、なんかシルバーセンターとかいうあるんですよ、一応はその家事代行みたいなサービスが。でもやっぱりなんか日本って融通が効かないというか、マニュアル通りというか、そのキッチンに立ってる間は子どもの面倒見ませんとか、子どもの面倒見てるときは他の家事はやりませんとかいう感じなので、
週3回なんかそういうのに頼ったりとかして、まあその日はちょっとだけこう30分とか1時間とか残業ができるとか、そういうのをこう組み合わせてなんとかこう乗り切ったとは思うんですけど、本当無我夢中みたいな。東京で大変な思いをされてて、それで上司の方が香港に行ったらどうっていうふうに勧めてくださったっていう話なんですけど、はい、そうですね、本当になんかワーキングママの鏡みたいなすごいスウェーデン人の女性の上司がいらっしゃって、すごく仕事もできる方なんですけれども、彼女すごく特徴的なのが旦那さんが主婦なんですね。で香港でバリバリグローバルヘッドみたいな仕事をやってらっしゃって、そうですね、香港とかシンガポールってヘルパーっていう制度があって、外国人労働者が家政婦みたいな感じで一緒に住み込みで働いてもらうっていうような、社会的基盤があって、だからすごく女の人ものびのびと仕事ができるんだよっていう話を聞いていたので、そうですね、私の子、その時はもう2人目が生まれて、で、こういう経緯というか、病院行ったり来たりとかいうこともあって結構大変だっていうのを分かってくれてた上司が、香港とかシンガポールってそういうことがあるから移ってみたらどうっていう話を持ってきてくださって、で、シンガポールに2つ、あと香港に1つとポジションがあるけどどれか好きなものを選んでいいよみたいな感じで、もうその時は本当に夢のような話なんですけれども、で、選べたという、それがきっかけで香港に来ました。ああ、なるほど。それ旦那さんと辞めて行かれたんですか？旦那さんも、同じく外資系金融で働いているので、彼の、仕事はどっちかというと場所をあんまりこう限られないような仕事なので、行けるだろうなっていうこともあったんですけど、もし無理だったら私一人で子供連れてっていう選択肢も全然考えてたんですけども、そしたら彼の会社とか、仕事の内容から見るとシンガポールよりは香港の方が、可能性が高いだろうということで香港を選びました。ああ、そうなんですね。じゃあ家族4人で香港に、そうなんです。珍しいのはその彼も仕事を辞めることなく、私も仕事の、社内移動ですし、で2人ともだから会社のスポンサーがついて引っ越しが同時期にできたっていうのがすごく珍しいパターン。素晴らしいですね。おお、なるほど、はい。じゃあそこで香港に移住してみて実際どうでしたか？そうですね、もともと大学の時に、交換留学で1年ぐらい、香港に留学してたことがあるので馴染みはあるっていうところとか、少し本当最低限の言葉ですね、広東語なのでが、ちょっとわかるっていうところで馴染みはありました。だけど、仕事としては、東京でしかの経験がないから、かなりちょっとびっくりしたのは、なんか東京にいると、東京ってこう、やっぱりクオリティがベストとか、東京って一番とか思いがちだと思うんですね。で、日本のテレビとか昨今、本当にそういう、なんていうのかな、雰囲気が多いというか、そういうメディアのなんかこう、流れもあるのかもしれないんですけれども、東京とか日本ってこんなにすごいんだよっていう番組とかもすごく多くて、私も全然疑いなく東京の仕事のクオリティが一番高いんだろうと思ってて、それが香港に来てみたらもっと効率良かったっていうやっぱり改めて思う日本の無駄とか根回しとか、なんか一つメールを取っても回りくどいとか、そういうところがすごく分かったので、であと香港ってちょっとイメージ、皆さんのイメージどうかわかんないんですけど、本当時は金なりっていう感じで、レストランがすごいこう回転早いですし、皆さん歩いてるスピードも早いっていう感じで、何事もお金なんですよね良くも悪くも。なので無駄がないし残業もしないしフランクだし、共働き当たり前でしょみたいな感じで、すごくなんていうのプラクティカルな社会だった、すごく衝撃でした。香港の方は長時間労働とかあんまされないんですか？する人はいると思うんですけど、もちろん。でも無駄な長時間労働はないですよね。全く。で、7時ぐらいになったらもう結構みんな帰ってる感じが当たり前。なんかライフバランス、すごい。すごい意外でも
なんか昔仕事で香港に行ったことがあって、その時にあのすごい女性の社会進出がすっごい進んでるなと思ったのを覚えて。私もだから大学生の時に留学して、なんかちょっと片手にスタバ持って、ヒールで歩く女性の姿がすごく印象的で、私もなんかああいう風になってたいなっていうのが、おぼろげにこう、初めてその就職とかをこう意識した時期ですね。そうなんですね。で、まあ、お父さんが、なんか子供の、習い事の送り迎えに行ってる率がすごい高いのと、あと、まあ、学校の説明会とか、まあ、進学だったり、学校の科目選択とか、高校生とかになってくるとあるじゃないですか。そういう時の、男性の父親のこう出席率がすごく高くて、まあ、時間帯も面白くて、やっぱ5時とか6時からスタートして、ビスケットとかお茶とか配りながら、皆さん仕事お疲れ様ですみたいな感じで始まるんですね。で、まあ、次の段階の学年で科目選択があるんですけど、こういうパパのプレゼンとかも7時ぐらいとかにやってくれて、なんかまあお父さんとかの方が、まあ、この数学のこのコースを選んだ場合、どういう進路が考えられますかとか質問してたりとか、本当になんか共働き当たり前で、まあ、それがもう当たり前の世界だから、社会もそういうようにも回ってるっていうのが、すごくまあ斬新というか、その当時は面白いなと思いました。もう香港の方、やっぱし、教育熱心な方が多いですそうです。ものすごい熱心です。はか？教育システム自体は英国のシステムなんですか？そうですね。学年とかは英国のシステムで、公立校はちょっとあまり私も詳しくないんですけれども、公立校は、学年が、イギリス式になっているけれども、学校によってはその教える言語が広東語だったり、北京語と広東語だったり、英語だったり、ちょっといろいろなんですね。あ、そうなんで、ですね。はい、まあ、インターコアも本当にそれぞれ、自分のその学校がベースにする国を、ベースにシステムを整ってる感じですね。そうなんですね。結構なんか、香港の大学とかもすごい有名ですよね。アジアで。なんかトップ校ですよね。大学。なんで大学か忘れましたけど。香港大学でしょうか。香港大学かな。あと、一つなんかサイエンスってか、テクニカル大学かなんかありますよね。はい、科学技術大学で、略してカギ大って呼んでる学校があります。そうなんですね。で、マリさん自身も、この30代後半で働きながら大学院に行かれて MBA を取られたってことなんですけども、その時お子さんはもう結構大きかったんですかね。大きいんですよね。もう、ティネーそうジでャー。すね。ティネイジャーで、まあ、4年前か。まあ、そうですね。小学校、後半の、下の子が小学校5年生、6年生とかで、上の子が中学生ぐらいですかね。その時なんか MBA 取ろうかなって思ったのはどういう経緯だったんですか？まあ、まず自分のキャリアとして1段階目に、香港に来てから、初めてその自分のキャリアだけをこう、考える機会が持てたというか、それまではもうどう両立しようっていうので、一生懸命で昇進とか自分のキャリアパスとかって考える余裕がなかったんですけれども、香港に来て、まあ、お手伝いさん来てもらって、で、家のことをそんなに心配しなくなって、キャリアを考えた時に、ふとなんかこう、もう一つこう、必要になってくるのかなって思ったこととか、あとやっぱり、外資系金融ってやっぱり皆さんすごい大学出てる方が多かったりとか、帰国子女だったりとかで、ちょっとまあ関西の私立大学出身の私にはコンプレックスがあったというか、自分にはこうないのをみんな持ってるっていうようなこともちょっと考えてたんですね。あとは、将来の人生設計を考えたときに、まあ、ちょっと国連とかいうのも興味があったりとか、まあ、金融じゃなくて他の仕事をしたいときに、まあ、社会貢献みたいなことをやってみたいな、特にまあ、ジェンダーみたいなことをやってみたいなと思っていて、で、それをするには、まあ、やっぱ、大学院の、学位がないとアプライもできないっていうことを知ったりとか、まあ、いろんなこう要素が、あって、それで、そうですね。あとは、まあ、海外で、こう、卒業してないというか、まあ、帰国子女ではなかったので、海外の学位も欲しいっていうことがあったので、まあ、いくつか、MBA で有名な学校、香港にあるんですけれども、
そうですね、先ほど話に出てきた香港科学技術大学とか、香港大学とか、あと香港中文大学もあって、それぞれ、まあ、特徴、まあ、いいところとか得意分野とかいうのがあって、その中でやっぱ香港で仕事をしているっていうこともあって、ネームバリューが一番高そうな香港大学なんですけど、はい、それは社会人の方が多いと、社会人の方ばっかりの MBA ですか？そうですね、 MBA って基本的に、社会人経験がないと入れないんですね。で、なので基本的に、社会人経験、何年かやってる方が多くて、で実は35歳ぐらいが平均年齢なんですよ。で、まあ、週末か平日の夜かっていう2パターンあって、パートタイムっていうことで、入学しました。なるほど。その時勉強してやっぱり違いますよね、日本の大学と。全然違いますね。まずそのケースに出てくるのが中国の話が結構多いので、全く知らない企業とかでも、実はそのアジアとか香港では有名だとか、そのなんかこうデフォルトで持ってる知識量がまた違うので、で、まあ、日本とかで勉強してると、まあ、どうしてもこう欧米にこう、ね、視点が向きがちな、教育方法だったりとか、視点だったりとかケーススタディとかなんですけれども、まあ、ビジネスとか、まあ、この時どういう社会貢献をしたかとかいう、こうケーススタディとかでも、そのなんだろう、その時って言われてるその大きな地震を知らないとかですね。大きな地震の時に、まあ、どの企業がどういう対応をしたかっていう、なんか社会貢献の授業があったりとかしたんですけど、そういうのがこうなかなかあれですね、まあ、新たにこう勉強しなきゃいけないところは人よりは多かったとは思いますけど、でも逆になんか日本人がクラスに一人だったっていうことで、なんか強みみたいなことにも、それは本当になんか、まあ、毎年香港大学って日本人何名か入ってるはずなんですけど、私の年たまたま、パートタイムで入学する人が私しかいなかったので、まあ、どのクラス取っても、まあ、日本のケース絶対出てくるので、まあ、アジアの中で、まあ、日本はどうだ、韓国はどうだっていう時に必ず発言求められるので、まあ、あまり気は抜けないけれども、発言する機会がすごく多かったので、クラスメートの中でのネットワーク作りとかチーム作り、まあ、ケーススタディとかグループワークでやるので、そのグループ作りとかがすごいお得だったというか、なかなかこう日本人とこう仕事してみたいみたいな形でみんなにこう一緒にグループワークやろうって言ってもらったりとか、今でもすごい仲いいです。あ、そうなんですね。そこの MBA はアジア中から人が集まってくる感じなんですか？そうですね、まあ、基本的に中国、香港の人がだいたい半分ぐらいで、残りはまあインドだったり韓国だったり、そうですね、まあ、インドネシアとかタイとかいろんな国の人が来てますけれども、まあ、パートタイムっていうことで、もともとその香港に働いてるっていう人が多いで、まあ、たまにその授業によってはフルタイムの人って一緒に授業をやったりとか。あ、なるほど。なんか中国人ってすごい人間関係すごい大事だから、そういうところでネットワークが広がるっていうのはすごいいいですよね。そうですね、独特の飲み会とかですねやったりとか、やっぱりお金持ちは本当に桁違いのお金持ちなので、まあ、特にその新生から越境でこう週末だけ来てるクラスメートとかもいらして、でそういう友達とかはやっぱりその新生案内してもらうと、こう送るまでこう、なんていうの、お迎え来たとか、なんかちょっとスケールが違う。なんかホテルも持ってるけど、泊まってくみたいな、なんか、持ってる。そう、なんか、日常ではこう味わえない、なんていうか、こう、経験が、いろんな経験ができて、すごく面白かったです。普通にこう、仕事してて社会人だと、まあ、職場の人か、自分のもともとのつながりかぐらいしか、あまりネットワークって広がらないじゃないですか。MBA ですごく良かったのは、その業界超えて国籍超えてこんな人がいるんだとか、こんな仕事の仕方あるんだっていうのが、僕実感できたっていうのがいい体験でした。あ、なるほど。じゃあ、まあ、そこからまたお仕事でなんか変わったこととかありましたか？
そうですね。まあ、仕事に直接っていうよりは、なんていうか、おぼろげにこう知ってる知識とか、会社で出てくることもあるじゃないですか。で、そういうのを体系的に学べるっていう部分では、もう初めての経験なので、例えば統計学ですとか、マクロエコノミックとかでも、まあ、なんかふんわりこう知ってる知識も、じっくりこう時間をかけて、テストもあって、なんか勉強するっていうのが結構久しぶりだったので、そういう点ではすごく良かったのと、あとなんかこう、知ってる知識だけじゃなく、あ、なんていうのかな、表面的な知識だけじゃなくて、まあ、じっくり、元も知ってるっていうと発言のこう重みが違うので、ミーティングとかで結構、数字とか見るときとかですね、は有効だった。なんか、それよりはもうちょっとこう、なんか人付き合いとかネットワークっていう面で、ベネフィットは大きかったかなそうですね。そうですよね。なんか MBA 行った方は皆さんそのネットワークの方がすごい大事っていうか、そこからまたビジネスオプチュニティとか出てくるかもしれないし。そうですね。なんか今もやっぱりマカオの友達とか、韓国の友達とか、オランダの友達と、毎日ぐらいこう連絡して、最近どう、まあコロナでこんな自粛になってるけど、まあ各国どういう状況かっていうのが、よくわかるので、それはすごい面白いし、勉強になります、本当に。なるほど。じゃあ、ちょっと すごい MBA のこといっぱい聞いてしまったんですけれども、今までで、ある時点で、心理的になんかいきなり、前考えてたこと、今考えてたことがなんか変わったとかいうような経験とかあったら教えていただけますか？そうですね。まあ、一番最初はその子供が生まれて、健康じゃなかったことがすごくびっくりして、当たり前に、普通にこう生まれて、普通に復帰するもんだと思ってたので、まず保育園に入れるかどうかっていう、こう、悩みがあったりとか、仕事はどうしようとか、なんかそういう、なんか当たり前のことができない、っていう、こう、可能性が出てきたときに、どうしようって考えたのが一番最初なのと、あとは、次の段階で、まあ、香港に来て、初めて、ヘルパーさんに、家のことを任せられたときに、キャリアについて、自分の人生についてっていうのが考えられたときに、2段階目、考えられて、まあ、その2つの段階を経て、言えるのは、なんか常にこのオプション B っていうか、それがうまくいかなかったらどうしようっていうのを常に考えておくこと。で、人生ってやっぱりこう計画通りにこう学校じゃないですから、次の年に進んでとか昇進してとかいう感じでもないじゃないですか。なので、その自分のこうできることのポートフォリオを広げるというか、なんかこう横に、いつもこうずっとこう縦に伸びようと思ってたんですけど、横に伸びようっていう感覚が初めて出てきたのが、その香港に来て数年ぐらいかな、30代ぐらいで、で、それから今に至るんですけれども、やっぱりそのキャリアってなると、なんかこうやった分、そのリワードがもらえるわけではないじゃないですか。なんかそこにこう初めて気づかされたというか、そのやってればもらえるもんじゃないんだよっていう。なんていうのかな なんかうまく言えないんですけど、やった分だけ返ってくるのは、まあ、学問だけで、仕事っていうのはそういうもんではないっていうのが気づいたのが、ちょっと遅いかもしれないんですけど、30代半ばでして、で、そこから、やっぱりその自分の経験とか、なんだろう、女性がもっと社会に出れたらいいのになとか、そういうことの活動、女性のエンパワーメントみたいな活動をライフワークに始めたのがその頃ですかね。なるほど。なんか先ほども国連とかジェンダー関係のことがしたいっておっしゃってたんですけど、なんかそれでその20代に育児と仕事の両立で大変だったこととか、あとまた香港でまた別のライフスタイルを見て、こう、なんていうんですかね、心理的な変換があったっていうことなんですけれども、なんか今後、なんかこういうふうな世の中にしていきたいなとか、そういう思うことはありますか？そうですね。まあなんか自分も女の子を育ててるんですけど、やっぱ女の子を育てて思うのは、まあ大学やっぱ行ってほしいじゃないですか。で、その後就職もしてほしいって思うんだけど、どうしてそこからこう、なんだろう、そのこうスキルを、そのなんかちょっともったいないなって思うんですけど、社会に出ないで、
専業主婦になっちゃうっていうのがすごく私はもったいないなと思ってて、まあそれを選択していることになんか間違いがあるっていうわけではないんですけれども、まあ、いろんなこうそういう選択肢が当たり前にある世の中であってほしいなと思っていて、でそのためには何だろう、こう日本って結構やっぱこうあるべき姿を求めがちで、こう母親たるものをこうしなきゃいけないとか、親だからこうしなきゃいけない、女性だからこうじゃないといけないっていうような、なんかこう固定概念がすごく強い気がしていて、でそれをこう打ち破ることの手助けになれたらいいなってちょっと思っていて、なのでまあそうですね、まあ、副業ではあるんですけれども、そういうなんか他の媒体でこんな生活もあるよ、なんか海外で、まあ、仕事をして、自分の人生も楽しんでっていうような生き方もあるよっていうのを皆さんに知ってほしいとは思います。すごい、それを激しく同意します。私もこのポッドキャストがなんかそういう目的なので、私もなんか共感します、すごく。ありがとうございます。じゃあもうなんかすごくなんていうんですかね、なんか戦略的なんだけど、なんか同時にすごくなんかしなやかなイメージを受けてて、なんかこうエネルギーがすごいいいエネルギーをこう画面越しにいただいてるんですけど、そういうマリさんとつながりたいっていう方がいらっしゃると思うので、インスタアカウントとかなんかそのつながれる方法があれば教えていただけますか？はい、もちろんです。そうですね、今インスタで、number.123 マリって検索していただくと私出てきます。もしくは今ノートっていう媒体が日本にはあるんですけれども、それでまあ香港在住とかアラフォーとかで検索していただくと出てくると思うんですけれども、まあ基本的に楽しい、なんか人生楽しんでるみたいなことを書いているのと、あとまあ仕事でちょっとこう、なんだろう、使えることとかを盛り込んで発信してます。まあ、本当に、まあ、20代ですごくすごく大変だったので、まあ、息子は多分10回ぐらい入院したんじゃないかなと思うんですけど、で本当にやっぱ育児中のお母さんってすごい大変だし、悩み事尽きないと思うし、もうなんか、ああ、もう仕事無理ってなっちゃうと思うんですけど、その先にあるものを考えてほしいなってすごく思って、やっぱ経済的自立って本当に大事ですし、なんかそういう選択肢があるっていうことを常に、特に女性には考えててほしいなと思って、はい、発信してます。わかりました。じゃあ後でショーノートにリンクを貼っておきます。ありがとうございます。ございます。じゃあ今日はインタビュー本当にどうも心よくお引き受けいただき、どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後までお聞きいただきありがとうございました。この配信がお役に立ったら、ぜひお友達とシェアするか、または配信登録、星マーク、ポチッとレビューの方よろしくお願いいたします。最短で結果を出す、1ヶ月でセルフイメージが変わって引き寄せられる人になるコーチングセッションに興味のある方は、ショーノートのメールアドレス info@yuri-media.com からお申し込みください。そして現在、モヤモヤからやりがいを探す20の質問ワークシートも無料ダウンロードプレゼント中です。これもショーノートのリンクからご覧ください。